いぐさを使ってすがすがしい香りで心も癒される増花用フラワーベースを作ってみました。いぐさは畳表の端を切り落としたものです。約2メートルほどの長さがあります。これを端からくるくると巻いていきます。こちらは短い方を外側にして巻いています。最後にトントンと整え、輪ゴムをかけて仮止めします。今度は長い方を外側にして同じように巻いてみます。短い方を外側にした時よりもだんだんずれてきて巻きにくいです。床に置いてくるくると巻きました。こちらも最後にトントンと整えて輪ゴムをかけます。輪ゴムをかけたところを隠すように飾りをつけます。これは不織布を帯状にして巻きつけて結びました。リボンでも同じようにできると思います。こちらはのし袋についている水引きを利用しました。水引きを切ってのし袋を細く折ったものにセロテープで留めていますが、ホットボンドを使うとよりきれいにできると思います。これを巻きつけて後ろでセロテープで留めます。これもボンドをつけておいてセロテープで仮止めするといいでしょう。上の方が少し太くなっているので巻きつけるとこんな風に斜めになります。いぐさの隙間と隙間の間に増花の茎を刺すことができるのでフラワーベースにぴったりです。季節や行事に合わせてお好みの花を飾ってみてください。太いものや細いものがありますが、細いものは畳の半分のサイズを巻いたものです。その上からお好みの紙やリボン、水引きを巻きつけて自分だけのフラワーベースを作ってみましょう。みんなで自分が作った作品を持ち寄って並べるとより楽しむことができます。